今度はね、かなり年代物の EF57 型があります。結構昔のカト303ですね。かなり古い時代の型番のカトの電気機関車ですね。まあ型番古くてもシルバーの時代の箱ですね。その時は桁が1個増えただけで、ほとんどプラスチックの造形などは変わらないですね。はい、そして現物がこちら、はい、EF57 です。はい、またね、出品する15両の客車とともにね、一緒に展示してみました。動作はね、さっき走らせてみたね、車輪の方もね、クリーニング済みです。動作はね、問題ないですね。ちょっと古さを感じる音はしますけれども、さすが加藤、鉄道模型のね、専門メーカーですね。はい、動きます。ちゃんと走ります。そしてね、15両の客車をね、引っ張っていきます。ちょっと電圧不足ですかね。電圧上げていきます。おっと、ちょっとトニックスを車両と相性がいまいち悪いのか、ちょっと離れてしまいますね。これも連結に少しコツがあるようですね。ただ走らせていてガシャーンではうまくいかないようです。はい、逆方向もね、幸いちゃんと走りますので、はい、ちょっと加藤の方にね、入れ替えてみますかね。はい、車両入れ替えてね、加藤の車両がね、機関車の次に来るようにセットしました。やっぱ連結面の高さがね、やっぱ加藤と、ね、かなり昔の電気機関車といえども、一緒ですね。加藤の方がいいのではないかなと思います。はい、徐々に加速していきます。お、ライトもつきますね。ライトもつくようになりましたね。はい、いきます。この頃の EF57 は、先のデッキがある部分がね、ちょっとこう脱線しやすいですよね。軽いのとゆっくり走るとかえって脱線するのか分かりませんけれども、速度を上げた方が安定する時とありますよね。あと少しね、あのトミックスの、クリーニングレールを通過する時に脱線しやすい時があります。まあ、連結面か何かね、振動するデッキがね、当たるんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、通常の線路ばっかりですと問題ないんですが、踏切上になったあのクリーニング線路を通過するときに少しちょっと引っかかりが生じるときがありますね。はい、走ってる。これぐらいの速度ならば安定して走るんですかね。ちょっとね、クリーニング線路、それから、リレーラー線路もね、こう脱線が治るときとそのまま治らないで行ってしまうときがいいですね。はい、無事に一周してくれました。はい、だいぶ馴染んできましたね。これも不思議なもので、箱から出してしばらく走らせてね、馴染むとね、走りが良くなったりします。
はい、ちゃんとついてライトもついてますね。ちょっと逆方向ね、行ってみますね。はい、今電圧が上がってます。はい、逆方向もね問題なく走ってくれますね。はい、EF57 型電気機関車です。ちょっとね、後ろの方のパンタグラフに破損があるのと、ツバメですかね、逆光でちょっと見えませんけど、ツバメのヘッドマークついてます。古い時代のね電気機関車が好きな方はいいかもしれません。こんな感じですね。はい、反対側です。ちょっと逆光です。また車体が茶色のためね、逆光でよく見えにくいです。一応ちょっと迫力アングルでやってみます。はい、こんな感じです。